クレートンはアメリカ合衆国のオスカロライナ州の中部ジョンストン郡の町である。2010年国勢調査での人口は16,116人だった。ジョンストン郡では人口最大の町である。クレートンは州トローリーの衛生町であり、その成長はローリー氏を含むリサーチトライアングルに近いことに大きく依存しており、週間高速道路40号線。 アメリカ国道70号線、ノースカロライナ州道42号線など、幹線道路へのアクセスが良いことに起因している。2006年、週刊高速道路40号線から、クレートンの南部とスミスフィールドの国道70号線産業道路まで10.5マイル、国道70号線のクレートンバイパスの建設が始まり、2008年6月に完工した。町役場は、 クレートン中心街道2番通り111にある。このビルには、クレートンセンターの公開堂と会議場も入っている。クレートン町に成長した地域社会は、1770年頃に植民地、総督トライアンの部隊が、ニューバーンから北に、ヒルズボロに進軍して、夜直し屋たちと戦った時に切り開いた道路に沿って建設された。それから100年近く後に鉄道が開通し、 ノースカロライナ鉄道の駅がサラ・ストーリングス夫人の家にあったので、町は当初ストーリングスステーションと呼ばれていた。しかし、そう呼ばれたのは3年間のみであり、その後は公式にクレートンとされた。1869年には法人化された。この新しい町は繁栄することもなく、南北戦争によって地域経済はさらに悪化した。 長く住んでいた住民がこの時代に街を離れた。しかし、戦後に鉄道が延伸され、事業が起こされるようになった。アシュリー・ホーンが農園を開発して成功し、その商品化事業により、ノースカロライナ全州でも最大級に成功した商人かつ製造者となった。ホーンの成功で刺激され、マックラーズとバーバーという二人の者が事業を始めて、うまくいき、成長の時代となり、 それは次の20世紀に入っても続いた。この時代に栄えた事業は、植林、レンガ商生、コットン人、製粉所、製材所、タバコ倉庫、製紙工場及びテレピン油の生成があった。1900年代の初期までに町は、綿花、スイカ、タバコの大きな市場になっていた。1907年、近くのローリー市で発行される、ローリーイブニングタイムズは、 世界の同じような大きさの都市よりも、クレートン住民一人当たりの金が多いと記していた。九百三十年代に世界恐慌が始まると、サシモのクレートンもその財政的な優秀さを失い、その後の四十年間は人口の成長も緩やかになった。この時代に、地元の製紙工場三県が大きな雇用源となり、従業員は千人いたが、地元経済は失踪であり、 綿紙工業も間もなく衰退していった。1960年代初期までに工場が去り、綿紙はもはや地元経済での役割を果たさなくなっていた。しかし、タバコ産業はまだ盛んであり、人口もしばらくは少し増えたが、その後農業で上がる利益が徐々に少なくなり、元に戻っていった。1970年代にノースカロライナ州が変わり始めた。 産業基盤が形を取り始め、近くのローリー地域で住宅開発が増加した。クレートンの労働力が適応し、サービスや公益による経済にシフトし、町は再度成長を始めた。1980年までに人口は4091人、1990年には4756人となった。2000年の国勢調査では、 人口6973人に急増した。今日、キャタピラーのような製造業、クリフォルズやノボノルディスクのようなバイオ製薬会社が地元の大規模雇用種となった。2010年、人口は2倍以上の16116人となった。クレートン町内のアメリカ合衆国国家、歴史登録財としては、クレートンバンキングカンパニービル、クレートングレーデッド、 学校イコールクレイトングラマースクールイコール、市営公会堂、クレイトン歴史地区、クリーブランド学校、エリントン・エリスノーエン、ウォルター・アールとエリザ・スミス・ムーアの邸宅、サンダース・ヘアー邸、ストーカー・ペンター邸がある。クレイトンの調整は、一人の町長と5人の委員による調整委員会が担当している。町長は2年ごとに改選され、調整委員の任期は4年間であり、二人、 または3人が2年ごとに改選される。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。